おはようございます。のりまるです。今日は2019年6月の12日水曜日ですね。今時刻は朝の6時55分です。今日も朝の時間ハート観察行ってみようと思います。よろしくお願いします。これドル円の4時間足ですね。先週末雇用統計で、一旦この戻り高値を超えていくような動きからストーンと売り押されて、売り押されたんですけども、108円を抜けることなく、そこだけ4時間足レベルのレンジを作ってきたような、そんなチャートなんですよね。ただ上位足を見てみると、日足レベルのこの切り下げっていう流れが迫ってきていて、おそらくね、こういったところまでこう横の動きをしていく可能性は高いのかなと、そんなところをね、今週見ているっていうところです。その影響で小幅な動きを続けているっていうチャートですよね。で、今週は上に窓を開けてスタートしたチャートで、現状まだこの窓を埋めることなく、チャートが進んできていて、ただ高値をね、ぐんぐん更新していく、高値は切り上げてはいるんですけれども、強烈な上昇してきているってわけではないとそんな中で今いる、値段っていうのがこの戻り高値ですね。1時間足レベルのこの高値、これは 108.8 円かな。一旦この辺りに注目して、見ているっていうところですね。よいしょ。で、昨日ね、この辺り、高値、チャレンジしに行けば、売るチャンスあるかなと見ていたんですけども、こういうタッチしに行くような動きから、今一回売り出されているような流れになってきていると。これ今1時間足レベルですけども、1時間足の流れで見たとしても、こういうね、小さい、チャンネルに乗って今ね、動いてきているような流れなのかなと。大きい、レンジ、切り上げつつある中のレンジの中で、さらに小さいね、こういった切り上げを作ってきているようなチャートになってきていると。で、ここに雇用統計をつけた高値があるわけですけども、ここもね、現状は水平線として、抵抗体としてね、意識されている値段、これが 108.6 円近辺ですよね。短期足の流れで見てみると、このあたりが、今意識されたね、動きになってきているのかなっていうところだと思います。ただ、高値から安値まで現状の高値安値を見ると 108.35、108.8円、45ピップスぐらいですよね。値幅的にも、そこまで大きい値幅はないですし、狙いところが少ないなというところですけれども、仮にこれがね、現状この高騰期をつけた高値 108.6 円、こういったところは意識されて、戻り売りが入ってきたとすると、ここをね、短期足レベルの、3層の、形を作って、窓を埋めるような動き、108円近辺をね、試しに行くような動きが出てくる可能性はあるのかなと。とにもかくにもこのレンジの中ですね、現状このレンジの中で動いてきているというところと、日足の切り下げが迫ってきているというところ、全力でね、買っていける場面ではないですし、売るにしても、現状この108円近辺底堅い動きになってきているとなので、どちらにしてもね、うまみがない、狙いどころが少ないチャートですけれども、高い位置まで来たら、一応売る選択があって、高い位置まで、安い位置まで来れば、買う選択が出てくるかなというところだと思います。でそんな中で今ね、これ30分足ですね。これが昨日かな、ニューヨークタイム0時前後の OK ですね。一旦この 108.8 円、1時間足目の戻り高値ですね、これ意識されたところからストーンと強く利用されてきたと。そこから今じわじわ戻しをつけている。ここからの、切り上げに乗って、戻しをつけている状況ですけれども、こういう強く、売り押さえたところっていうのは、やはり意識されやすいので、現状この流れに対しての、60.8%、 こういったところは一つの、戻り売りポイントとして、なかなかね、いい場面なんじゃないのかなと。今ぐーっと、上昇してますけれども、今7時ですね。例えば9時東京タイム前後とかね、こういった値段を試しに行くようなことがあれば、そこからこの安値を割り込んで、窓を埋めるような動きを、想定、できるような動きにはなるのかなと。このあたり、高い位置まで来ればね、いい売りのチャンスがやってきそうなので、このあたりちょっと注目してね、今日は見ていこうかなというふうに思います。ただね、ここでも急反発しているように、窓を開けた状況っていうのはね、埋める動きをしやすいわけですけども、あまりそこに固執することなく見ていきたいなと。ただこの切り上げ、今現状ね、この広い切り上げの中の狭い切り上げ、こういった流れでね、レンジを作っているわけですけども、そこをブレイクしていけば、一旦この
上昇を作ったきっかけの値段、108.35 とかね、そういった位置まで、の、まあ、ショートとか、まあ、例えばこういうところで一旦利確をして再度ね、まあ、伸ばしていくとすれば、先週の終値か、そういったところの、まあ、窓を見るような動きとか、まあ、そういうところまで値動きを、まあ、見ていけるような動きがベターかなというふうには思います。とにもかくにもね、まあ、どちらにしても、まあ、2、30ピップ程度の値幅を狙うような動きにはなってくると思うので、まあ、それを見越してね、あれこれと考えていければいいかなというふうに思います。で、例えばじゃあ上昇していくとすると、まあ、どういった動きが想定できるかなというと、やっぱりね、この高値、1時間足レベルの、まあ、現状高値 108.798、 これがまあ意識されてくると思うので、まあ、ここを超えていって、再度上昇するとすると、もうここにはね、すでにこう日足の切り下げが迫ってきている、まあ、109円近辺、まあ、次の目標があるわけですけども、まあ、ここを目指していくにしてはちょっとね、まあ、高すぎる水準にはいるかなというところで、まあ、より安い位置まで来るとすれば、そういったところを突破するような動きを見越して、まあ、ロングする方が、まあ、リスクリターンに見合ったエントリーにはなると思うので、ちょっとね、まあ、ずっと買っていくという選択肢はもうしばらく待とうかなというふうには思ってます。はい、それに関しては以上ですかね。で、ユーロドルです。こちらも先週から まあ、あれこれとなっていったチャートですよね。まあ、週足の切り下げっていうところと、まあ、4時間のこの切り上げですよね。トレンドが継続していってきている中で、さあどうやって考えていこうかなというところですけども、まあ、現状この日足の切り上げトレンドに乗って、まあ、チャートが動いてきていて、で今週頭にこう下に窓を開けてスタートしたチャートから今押し目が入ってきているところですよね。で 1.13 っていうところと高値 1.13474、 まあ、この辺りでまあレンジを開始しそうだなというところを、まあ、昨日のチャート観察で、ね、あれこれをしたいところです。で現状小幅の動きから、まあ、高値を調整して窓を埋める先週の Y 値、これを回復したところなんですかね。なので直近高値この 1.13474、まあ、これを超えるかどうかというところに、まあ、注目していきたいなというところ、まあ、その後、まあ、これを超えていくとするとちょっとね、また強い値幅、まあ、上昇する力が、まあ、出てくるので、その先100ピップスぐらいかな、まあ、目標を取れるわけですけども、ただここではね、まあ、週足の抵抗体が あるというところで、もう少し下がってきてくれれば、まあ、いいね、ロングのチャンスが来そうですけども、ちょっとね、自分は様子を見ていこうかなというふうには思ってます。これが週足ですね。週足ずっと高値を切り下げてきている流れから、まあ、一旦ここにね、先週強い陽線が立ったので、ややね、買い方向に、まあ、力が強いというところではありますけれども、ここまでね、かなり強く上昇してきている。まあ、4時間足レベルでこうトレンドが継続してきていて、一旦この辺りで、まあ、次の動きだし、まあ、横の動き、レンジ化しそうだなというところ。なので、まあ、この高値とね、まあ、1.13 ないし、まあ、こういうところですけど、この上昇のきっかけ、この 1.127 ですね。まあ、この辺りの、まあ、レンジを想定して見ていこうかなというふうには思ってます。なので直近高値ですね、まあ、1.13474、1.135 付近ですね、まあ、その辺りの動きから、まあ、売るチャンスがあればね、再度、まあ、そのチャンスを伺っていこうかなと思ってます。まあ、現状短期足のこういった切り上げができてきているので、まあ、この切り上げをブレイクするようなところとか、もしくはね、直近高値にタッチするような動きがあれば、そういったところを見ていけたらいいかなと。まあ、リスクとリーダーですね。まあ、損切りに対しての、まあ、目標、利確、まあ、今でいうとこの 1.13 近辺の動きですね、まあ、このあたりを見越して、まあ、売るチャンスをかかっていこうかなというふうに思ってます。まあ、タイミングを逃してね、仮にズーンと下がってくることがあれば、こういったね、こういう統計をつけたきっかけの上昇の流れ、おぼし安値からの、まあ、反転、上昇の流れ、まあ、上位足で見たときに日足のこの押し目買いですね。そういった流れが入りそうな位置からは、まあ、買っていく選択肢を持っていこうと思いますけども、まあ、現状ね、ちょっとこうぐんぐん伸びすぎていて、まあ、買いが強い、まあ、買われすぎという状況があるので、まあ、高い位置からね、売るチャンスがあれば、売っていこうかなというふうには思っています。はい。そのところですかね。まあ、一応、ポンドドルですね。
本当ドルも、まあ、冷やしレベルのこの戻り売りが入りそうな場面から、今ね、まあ、そことでまあ攻防している位置があって、4時間の流れでも一旦これね、まあ、戻り売りが入りそうな位置にはいるっていうところですね。まあ、これは先日も触れたところですけども、まあ、戻り売りが入るようなことがあれば、その戻りのチャンスを伺っていって、ずっと下がってきてくればね、そのいい押し買いのチャンスになりそうなので、まあ、そのあたりを見越していきたいっていうところです。はい。まあちょっと小幅な動きなんですけども、まあ、ドル円、まあ、狙いをつけやすいのな、そう、つけやすそうなので、まあ、10ピプス、20ピプス程度を狙うようなね、まあ、イメージで、今日は日中ドル円を見ていこうかなといったところで、今日のチャートが2終わろうと思います。はい、それでね、今日も1日張り切っていきましょう。